寒いのがめちゃくちゃ苦手だけど、またしても雪山に来てしまいました。チャンラ峠、5370メートルかで、ここを越えて、なんだっけ、パンゴンゾに向かいますって感じですね。向こうがパンゴンゾの方。じゃあ、めちゃくちゃ寒いです、まあ、とりあえず行きます。まあ、今回もまた同じバイクで、同じ登坂付きヘルメット。ここまで来んのに、なんだっけな、チェックポスト、ここまで来るのにチェックポストをカルーってところで一回入っとって、まあそこも結構緩くて、であとはね、なんか40ルピー払う場所があって払って、あとはバイクシートっていう、なんかバイク借りるときにもらったレシートみたいな見して、まあそれだけです。なんかあと1個チェックポストあるみたいなんで、はい、まあ今のところ1人でも全然通過できました。名前はよくわかんないけど、食堂で休憩、1時過ぎ、で今4時間ぐらいかかったから、まあ、あと1時間ぐらいで多分、パンゴンの最初の村スパンミクに、まあ、着くはず。エッグフライライス、パンゴンに到着。めちゃくちゃいい天気。湖がめちゃくちゃ青い。さっきから青としか言ってない。すごいな。今着いたのは多分最初のスパンミクっていう村かな。多分キャンプが上にあって、ゲストハウスじゃなくてキャンプばっかあるって感じ。いや、パンゴンゾです。パンゴンゾってきっとうまくいくっていうインド映画の、まあ、最後のラストシーンに出てくる場所がパンゴンゾ、まあ、ここの今映ってる湖なんですけど、まあ、めちゃめちゃ人気な場所で、インド人も、ね、すごいね訪れる。まあ、僕はバイクで、はい、これまた同じのバイク、アベンジャー220ストリートとかいうやつと、あと、このめちゃくそダサい、ヘルメットで来たんですけど、はい、まあ、なんかインド人の方たちは結構あの ジープっていうか、ジープとか車で来てる方が多いです。そう今日来てみてね思ったんだけど、あのめちゃくちゃ寒い。途中チャンラっていう5300何メートルかなんかの、なんか世界で3番目か4番目かなんかに高い峠っていうのを越えてきたんですけど、普通に雪山でめちゃくちゃ寒いと。でこの間カルドゥンラ峠越えた時よりもあの上着1枚追加したんですけど、それでも寒いと。で今、着いたのがここ、ただのね本当に湖で、湖以外ねほぼ何もないんですよ。さっきはテントとかあって、村もマンっていう村があったんですけど、本当に何もない。まあ綺麗、湖はすごい綺麗なんですけど、はい、あとはあのー、今向かってるのはこっち方面は、まあ、メラクっていう村があって、そこまでしか行けないんですけど、外国人外国人はチェックポスト、そのチェックポストから先は行けないと。そうなんですね。メラクっていう今から行く村は、2010年まで外国人が入っちゃダメだった村で、2010年から入れるようになったという、中国から、ね、20キロぐらいしか離れてないっていう場所なんですけど、まあ、そこに今から向かおうと思います。はい、あ、今時間は15時過ぎぐらい、
0から0出発して、まあ、9時ぐらいに出発して6時間ぐらいかかって、ちょっと途中お昼食べたりしたんですけどっていう感じですね。はい、今マンっていう村に向かって、本当はメラクっていう村に行きたかったんですけど、なんかもうすごい疲れちゃって、そう、並び順的にはまず最初にスパンミクっていう村に着いて、で次にマンっていう村に着いて、でさらに10キロぐらい行くと、5キロか10キロ行くとメラクっていう最果ての村に着くんですけど、もう本当に疲れちゃって、まあいいや、マンでいいやと、まあ、今日はマンに泊まって朝早起きしてメラクに行こうということで、はい、でこれはマンに向かってるところです。そうで、パンゴンツはこんな感じで湖スレスレの、まあ、砂地を他の車とかジープとかタクシーが通った、わだちっていうんですか、車の跡をまあ行くと、道っていう道がないんで、こういう車の跡通っていかないと危ないんですよ。まあ、車の跡通ってても、まあ、砂地なんで、バイクの場合は本当ハンドル取られちゃって、僕も一回転んだんですけど、はい、結構危ない。映像はすごいスムーズに映ってるんですけど、これは GoPro の手ブレ補正のおかげ。うん、ただね、この湖が本当に綺麗で、めちゃくちゃ青いんです。こんな感じで、時には水を越えて、水たまりを渡って、湖の青さがすごい、なんだろうな、驚くほど青いというか、行ってみたらわかります。まあ、ただね、湖しかないみたいな感じの場所なんで、まあ、村はあるんですけど、はい、もう本当綺麗でのんびりはできます。こんな感じで水を越えていくと、はい、で僕は帰り道このオフロードでバイク走ってたら振動だけですよ、振動だけでミラーが折れました、はい、振動だけでミラーが折れると、多分インドあるあるなんですかね、わかんないですけど。本日の宿、マン村のマンビルッジの、まあ、ゲストハウスっていうかホームステイ、広い床が、まあ裸足っていうか靴を脱いで上がる、これで夕食と朝食付きで800ルピー。宿からフラって歩いて出るともうすぐ、パンゴン、そうパンゴン湖の湖岸っていうんですかに到着します。いやー、まあ綺麗だけど、まあなんかどこから見てもなんか僕には同じに見えちゃって、はい、こんな感じ。なんかパンゴンツォの写真撮ろうとしてもなんかね、何回か撮っても全部同じに見えちゃうから、もうちょっと写真撮るのはいいかなと。はい、山のふもとの村がマーンビレッジ。あ、そう、結局なんだっけ、メラルじゃんね、さっき言ってた村ちょっと名前忘れちゃった、さっき言ってた村までは行かずに、その一個手前のマーンっていう村に、泊まることにしました。なんかもうすぐそこに山がありすぎて、なんかパッて行って駆け上がって登れそうな感じがするんですけど、でもめちゃくちゃ近いですね、めちゃくちゃ近い。あの山の斜面もすごい滑らかに
なんかソリかなんか持ってって上からシューって滑って、でなんか下の方がちょっとこう一旦平らっぽくなってるんで、そこがねうまい具合にジャンプ台っぽくなって、でパンゴントに飛び込むっていうできそうな感じがするんですけど、玄関で靴を脱ぐ方式のホームステイ。夕日を浴びる、本日のホームステイ先、なんか綺麗ですね。ですぐ裏は、これまた夕日を浴びた山の連なりと、で向こう側に、パンゴン像。はいはい、ありがとうございます。パンゴンとのなんか音を、意識した動画とかあるんで、ぜひ見てください。あとチャンネル登録お願いします。